数回受験あるところも書いたんですけども、これ日にちによってパーセンテージが違うところもあったりしたんです。国際フォーラムで私立中学校説明会がいろんな話を聞いてきたんです。中5の学校もあれば通学が中6のところもあったりとか、高いところを目指すっていうところに関しては夫婦間ではいい位置ってるっていう。理科社会は結構できたんですか？そうですね、理科社会ここまあ算数が60切っちゃったのを他の3科目でカバーしたっていう感じですかね。B、うん、社、国、まあ、そうですね、そこら辺はちょっとよく取れたかなっていう。国語とか理科社会ってのは60を超えてたんですか？あ、60はそうですね、60いくつだったかな、60は超えてたと思います、うん、逆にそれはすごいと思いますよ。あ、そうですね、うん、理科なんか65ぐらいっていうか、うん、いやそれはね、はい、毎日の学習がやっぱりお子様身についてるところなのかなっていう。これはね、お子さんそれはすごいらしいよって褒めていい部分かなと思うんで、はい、うん、そうですね、なかなかそういう子はやっぱりいないと思います。そうですね、算数はもう逆に課題が算数に見えて、でも、うん、その理科社会はこのままやっていけば間違いないんだねってことをもう子供もとも分かり合えたし、はい、国語算理科社会は今このままやっていこうで、算数をあの B 問題にも適用できるようにってことでやっていければ、うん、で今回そのシグマップも書いたんです。おお、はいはい。シグマップは全然 80% に得を呼ばず、うんうん、はい、なるほどね。女子校をメインも女子校で攻めていったというか書いて、はい、で基本女子校 80% 出たので、おお、よかった、そこが一番嬉しかったみたいなんです。子供からすれば、うん、このまま行けばなんかその行きたいところにもいろんなところ行ける選択肢が増えるってことで、も驚愕も書いてみて、渋幕ってやっぱ難しいんだなって自分の世界を言ってて、私も難しいんだやっぱり。そうですね、渋幕はね、まあ、年々上がってきてるので、ただまあ出にくいと思います。あの判定は日程的にたくさんの受験生が受ける学校なんですよね、難関校の中でも。うん、で、うん、いろんな理由で受ける子がいる学校でもあると思うんです。もちろん本命の子たくさんいると思いますし、受かっても、うん、距離的に行けないよとか、まあ、東京方面とかね、そういう子もいるので、まあその過去問はなんとなくというか、目通した程度で受けるっていう子もいるんですよ。ただそうすると、要はこう、普段偏差値60後半みたいな子が、ダメでしたっていうことも起こり得るんですよね。はいはいはい、うん、いやそういう子がいるんで、80% のラインは上がっていくっていうのは、まあ、試験日を考えるとそういう学校の位置づけでもあると思うんで、修学はね、80% って結構きついと思います。実際その偏差値超えていかなきゃいけないんで。そうですよね、うん、ただ合格するかしないかはちょっとそれとは別の話っていうことですね。なんかそのやっぱ試験日によって違うんだなっていうのも思いました。うん、複数回受験あるところも書いたんですけども、うん、やっぱり日にちによってパーセンテージが違うところもあったりしたので、うん、だからそういうところの戦略って本当に必要になってくるんだなっていうのも。そうですね、そういうところもまあ見えてきますよね。複数回ある時点でまず偏差値が高く上がっていくっていうのは、うん、まあなんとなく見えてくると思いますし、うん、まあ、あとは学校によってこう、例えばこう1日、2日、3日、4日とかってだんだん偏差値通常は高くなっていくんですけど、要はより難しくなっていくみたいな。そうですよね。ただそうでない学校もあるんで、意外と最後下がるよっていう学校もね、なんかあるんですよ。他の学校とのバランスとか併願とのね日程だとか、いうのでやっぱりそこは変わってきますよね。うん、なんかだから本当にいろんな学校を知ることって本当に大事だなっていうのも思って、うん、サピックスオープンの後に東京の国際フォーラムで私立中学校説明会があったので、うん、はいはい、もうサピックスオープン終わった足でそのまま一緒に行って、うん、まあ、いろんな話を聞いてきたんです。で、自分がすごく気になってるのが、一つではその宿題、家庭学習、うん、入ってからの家庭学習のこととか、あと運動するのが娘好きなので、その部活のことだったりとか、あとはその、まあ、授業なんですけど、特に英語、恥ずかしいことにうちの娘本当に英語を小学校の授業だけなんですよ、うんうん、何も家でやってないし、私も教えてない、家でやってない、だから本当に小学校の授業だけで、
この AB アルファベットとか、うん、あの How are you? っていうぐらいのが本当にそれをなんか家で今日こんなのやったとかそういうレベルで、うん、それで本当に大丈夫ですか、ついていけるんですか、入ってから聞いたりとか、あとその行事、本当学校によってその豊島区とかもあったので説明とか聞いてみたら、その毎朝5分間この縫い物、運針って言ってこうやってると、うん、それを積み重ねることでその集中力が養ったりとか継続する力だったりとかっていうのを話もあって、娘それすごい食いついてて、うん、もう1日5分でこう何メートルも縫えるようになりますとかっていうのをすごく興味を持ってたりとか、うん、はい、なんか本当にあと週5の学校もあれば、あの通学が週6のとこもあったりとか、うん、確かに確かに土曜日ね、はい、うん、っていうところもすごい違いがあって、その偏差値だけではないなっていうのはすごく最近本当により考えるようになって、うん、部活の朝練あったりとか午後練あったりとか、でも家との距離もあるなとか、うん、確かに確かに、はい、宿題とかも多いみたいですけど、そんなこと言ってましたそういうこう学校説明会みたいな合同説明会みたいなとこ行くとね、はい、あの一緒に見れたりして新しい発見もあったりすると思いますし、うん、はい、まあ普段ね考えないような、あ、週5と週6のとこあるんだって、確かにそうですもんね、親としては収録で行くところがいいなと思ったりはします。あ、そうですか。私としては収録でできるだけいろんなことを触れ合ったりとか、うん、もうだんだんそういうふうになってくるといいなとは思います、うん、今本当に家で親と過ごす時間の方がどうしても勉強とかで多くなっちゃってるので、うん、なるほどね、友達と遊ぶのもすごい好きなので、そういった意味でも、うん、外にいる時間を増やしたいなと思います。全体のところで見ると、その収録の学校は、はいはいはい、あの夏休みとか冬休みが長いですよ。ああ、うん、なるほど。長いです。そっか。例えばで言うと、夏休みは2ヶ月ぐらいあります。そうなんですか。あの、これが、なので全部の学校がそうじゃないかもしれないから、あの、言えないんですけど、うん、結構多いのはその、例えば夏休みだと1学期の期末試験が終わったら、それでもうずっと7月頭上旬からあのずっと休みになっちゃうんで、その分土曜日多分だから学校行ってんですよね、うん、日数的には、うん、あの変わんないんですよ、週5のところと。そうなんですね。うん、そういうところで調整してる。うん、冬休みはだから1ヶ月ぐらいあったり、はい、すごいですね、うん、うん、冬休みはだから12月の上旬ぐらい、10日ぐらいでも多分試験終わってると思うんですよ。で、試験終わると同時にほぼほぼ学校あるようでないみたいな感じで、もう学校行ってなくて、はい、20何日かなんかにこうまた終業式が1日行って、はい、で冬休みで1月7とか10日ぐらいに学校始まりますって言ったら、冬休みほぼ1ヶ月になっちゃうんで、うん、そういうところはちょっとノーマークでした、うん、そうなのか。そう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 、そういう学校も多分あるんじゃないかな。だからそれの期間を利用して、じゃあちょっと短期留学行きますみたいな子もいたりだとか。ああ、なるほど。うん、逆にあのそういう期間に合宿行っちゃいますって、夏休み入る前の期間に合宿行っちゃえば、こうなんかちょっと旅費とか安く抑えられたりするじゃないですか、普通は。はい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 、うん、確かに多分そういうこともできるんで、はい、そうですね。うん。まあそういうふうに活動してたりすることもあるかもしれないし。はい。うん。いや、こういうところもでも確かに見た方がいいですね。そうそう。土曜日学校あるところが全部そうかっていうと、それは僕もね、全部聞いてるわけじゃないんで、違いますよっていうところもあるかもしれないんで、そこは個別にはね、はい、あの、ちゃんと調べたりというか、聞いてもらいたいんですけど、学校には。いや、参考になります。全然そこはノーマークでした。なんか収録であって、夏休みとかで調整して、でも夏休みに長期があることでできることもありますよね。そう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 。できることもあったりするんですよ。ということは、ただ学校で部活するっていうのも、一日部活するとか、うん、ね、あの、難しいじゃないですか。うん。うん、学校がね、ずっとあったりすると、うん、こう人が揃わないとか、それこそ、新学校行ったら今日は、ね、宿題のあれで今日は行けないんだとか、まあ、場合によってはね、塾行ってて来れないんだとかっていう人もいるかもしれないですけど、はい、うん、そういう時だったらね、朝から集まれたら部活をやりたいって、なんかバスケをやりたいって言ってて。ああ、そうですか。
そうなんです。私がちょっとバスケをやってたこともあって、だからそのバスケ部のこととかいろんな女子校で聞いたりすると、その朝練やったりとか、午後練やったりとか、うん、部活をやりたいなっていうのはすごく言ってますね。うん、女子の部活でそのバスケって大体の学校あるもんですか？その東京フォーラム、東京国際フォーラムで聞いたところは基本ありましたね。うん、ありました。うん、はい。ただまあその強いかよそうじゃないかって言ったらやっぱりそこまでその、うん、都内でとかまあ他県とか上の方に行くってことはなかなか難しいって話はしてましたけど、うん、でも楽しく活動はしてますってことで。うん、なるほどね、はい。結構じゃあ女子で運動部でバスケっていう、そっか、みんな結構あるんですね。確かになんか女子校って部活盛んですよね。あ、そうなんですね。うん、そうかってないですね。なんか意外とこう、おしとやかにっていう印象を僕は勝手に持っちゃうのは良くないのかもしれないです。結構活動的だったり、こう、活発な学校が多いんだなっていうのを僕は結構知って、うん、あ、結構女子校ってそういう感じなんだっていうのでね、うん、なんか勝手にご機嫌ようっていう世界ばっかりなのかなと思ったら、うん、そうでもないっていう。でも分かります。印象とイメージですよ。うん。それこそ体育祭とかの準備もみんなでこう力仕事だってみんなで女の子しかいない中でやりますよみたいな、はい、うん、いうようなところも結構多いとかって聞くので。そうですね、うん、行事とかも結構その先生、議論先生に聞くとみんなあの、うん、女子がいない分本当に近い仕事とかもやってますよみんなでみたいな言ってたので、うん、そういうのも楽しそうだ、なんかいいなって思いました、うん、はい。基本的には今の段階では女子校っていうのがやっぱりお子さんとしては。そうですね、あとはあのこれはまあ親の願いもあるんですけど、うん、できるだけこう地に足をつけて、うん、しっかり勉強だけって意味じゃなくて、そっちに足をつけて落ち着いた雰囲気で過ごせる学校がいいなって思ってるんですね、うん、ってなった時にこう、まあ、去年いろんな学校を見に行った時に女子校の方がそういう雰囲気はあるところ、共学もいいかもしれないんですけど、雰囲気としては女子校の方が率が高いのかなっていうのは、うん、感覚として感じたものがある、うん、でその4年生の時にもお話しさせてもらった公立の中高一貫校は割と本当自由な感じで、もう入ったら自主自立、自分でやる、成績下がろうと上がろうと自分でやるっていうスタンスで、もちろん受験はしようできればと思うんですけど、娘としてもそれよりもやっぱりこうちゃんとルールがあるところがいいなって話をよくしてます。それでだからそうですね、女子校かな今のところは。うん、なるほどね。世の中の動きとして共学の方が今結構っていう話も聞いたりもするんで、そう、どうなんですかね。これね、わかんないんですよ。まあ共学だったり国際化がっていう風なのが人気って思ってなってますけど、この間でもちょうどその有名な塾の先生がおっしゃってたのは、別学の学校作ったら絶対人気出るよねっていう、確かにそうだよねって、それぐらいに男子校女子校って人気なんですよね、一部の層においては。うん、だからむしろ足りてないんじゃないかっていう、今いろいろ女子校が共学になったりとかで共学増えて別学が、ね、まあ、まだ女子はね、あのありますけど男子は本当少なかったりするんで、今男子校作ったら人気出んじゃないのなんていう、だから何でもかんでも共学かっていうと、うん、どうなんだろうっていうのはね、ちょっといまいちですけど、で僕は全然別学でもいいと思いますけどね。私もそう思います。なんかあのいろんな考えがあるとは思うんですけど、なんかしっかり落ち着いて自分のやりたいことやったりとか勉強をしっかりやるって意味では、その、うん、女子校もしくは男子校にいた方ができるんじゃ、うん、自分だったらできるんじゃないかなって思うところが、うん、そうですね、はい、なんか、まあ、女子の目とか絶対気にしちゃうよなとか、うん、自分だったら思うし、ありますよね、私の娘は絶対、うん、絶対なんか男の子の話とかも家でしてくるんですけど、こう好きな子の話とか、うん、でもやっぱそういうのもいいと思うんですけど、やっぱ絶対そういうもっと思春期だったらもうそういう目って気になるから、うん、やっぱ落ち着いて生活してほしいな、その、うん、思いもあるので、まあ、別学もいいんじゃないかなと思います、うん、なるほどね、まあ、このあたりで、まあ、正解がっていうとご家庭ごと、ね、それぞれあると思うんで、うん、はい、
まあでもなんかおっしゃってる気持ちは僕もわかります。でも自立を目指す、手帳に全部自分で計画を立ててとかっていうのはどの学校の先生もおっしゃってたんで、うんうん、そこはやっぱり中学校行ったらある程度、まあ、自走じゃないですけど親の手を離れてやっていけるようにならなきゃいけないんだなっていうのを本人もその先生の話を聞いてなんか理解しました。私がいくら言っても聞かないんですけど、うん、中学校の先生で言うと、あ、中学校ってそうやっぱり自分でやること増えるんだねみたいなことを言ってるので、うんうんうん、いい刺激になってました。それもなんかでもそれはお子様自身聞いて自分でそういうふうにこう想像できるんですね。ああそうですね、一緒に聞いてたので想像できたのかな、うん、どの先生も言ってたから、あ、先生も同じこと言ってたねみたいなことは、そうですね、言ってます、うん、自分でやんなきゃいけないんだ、うん、大変だなみたいなこと言ってました、うん、やっぱりでも5年生になるとやっぱちょっと変わりますね、こう空気感というか、まあサピックスオープンだったり学校見学とかそういうのとかも含めてなんでしょうけど、うん、まあ受験のこともやっぱちょっと意識は少しやっぱ出てきますね、お話の中で。娘がいるので挨拶だけしてもいいですか。ああ、全然全然。おい。あ、こんばんは。すごいしっかりしてそうな。もうパッと見しっかりしてますよね。勉強は楽しいですか。どうですか。社会が好き。おお。楽しいっていうのが、うん、中身の楽しみもあるといいなと思うんですけど。うん、学校で先生によく褒めてもらえるから社会が好きなんだよね。なるほどね。まあ、確かに褒めてもらえたら好きかもしれない。すいません、ちょっと手出しました。いい。5年生になって、今お話、ねめさんからお話しあったように、ちょっと雰囲気変わってきたなっていうところは正直あって、うん、4年生までは、その勉強に対して、やっぱり私が横にいないとなかなかこう、できないところも正直あったかなっていうのはあるんですけど、5年になったら結構自分でもできるようになった、一人でもできるようになってきた、こうそれなりに集中力保ってできるようになってきたなっていうのは、うんうん、なんかここに来て変わったなっていうのはあります、うんうん、学年変わると不思議なもんで子供の様子って少し変わりますよね。変わりますね。だから私もそれ感じてました、うん、多分学校の影響がそれは一番大きいかなって僕はちょっと思ったんですけどね。学校のやっぱ学年上がるとなんか学年の役割みたいなのと高学年って言われるようになってくると、うん、塾というよりは学校生活での立ち位置というかのがこう成長させてるのかなっていうね、全体的に。うん、学校でも高学年だからこう、そう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 、学校の代表取ってみたいなことよく言われますもんね、うん、ね、学校の影響の方がそこは大きいかななんてちょっと思ったりは個人的にはするんですけど、まあ、それによってね、その学習っていう面も一緒に、本人たちはね意識してるかどうかわかんないですけど、少しなんか違うなってふとした時にこう感じたりしますよね。そうですね、感じますね、うん、ここ最近本当によく思ってて、うん、そうです、勉強面でも考え方とかもちょっとずつなんか大人っぽくなってきてるんじゃないかなって感じる時、うん、ふとした時に思うんですよね、うん、そうすると多分ね、この5年生は、まあ学習面だけじゃなくてね、もう10歳超えてくるとね、はい、ちょっと変わってきますからね。そうですね、うん、もう本当に、もう20歳、半分過ぎましたもんね、うん、成人までの。うん、確かに確かに、2分の1成人式みたいなね。わかりますね。まだかな？もう終わった？ちょっとわかんないですけど。もう多分学校で終わってんのかな、うん、多分終わってるかも。まあそれぐらいにね。成長はこう早く、多分次回のインタビューは夏休みぐらいね、うん、次回はいよいよね、5年生の夏っていうと、はい、結構ね、もう受験近いじゃんっていう感じですよ。そうですよね、もう気持ちとしてはなんかもうそんな感じになってきますよ、うん、意識はだんだん、親はね、お子さんは全然ないと思いますけど、うん、親はね、ちょっといろいろ考えてくるシーズンかもしれないので、うん、今のところあれですか、ご夫婦の中でもお子さんの受験に対する意見っていうのはそんなに大きく割れたりはしないですか？そこまで大きくはないかなって思います。ただ家内がすごく気にするのがその通学距離、時間、うんうん、電車で通うことになるので、おそらくそこはすごく心配は、うん、直接は言わないですけど、うん、まあ、話の節々で心配してるんだな、うん、だろうなって、男だと大丈夫でしょそれはとか思っちゃうんです私は、うん、
なんかそういう別にそんな電車で行って自分で行かなきゃダメじゃないとか思っちゃうんですけど、うん、母親からするとそこは心配だと。うん、なるほどね。そっかそっか。ただまあ目指すところに関してはやっぱ高いところを目指すっていうところに関しては夫婦間では一致ってるっていうか、うんうん、ご夫婦でね、意見が、まあ、大きく割れてなければ、まあ、確かに通学距離はね、近い方がいいっていうのはありますけど、実際平均見るとね、女子校の生徒さんも1時間ぐらいの子は結構いるらしいので。そうですよね。うん、1時間ぐらいは見とかない。そうですね。そうしないと選択肢がどうしても狭まってきちゃうので。うん。そうですね。夏とかね、まあ、まだこう、日の時間長かったりして明るかったりしますけど、冬はね、結構もう夕方4時5時でもう真っ暗になってくる感じがね、こう、東京の方だと。うん。男の子だったらね、もう体格も大きくなって大人と変わんなかったりするんで、うん。僕なんか、うちの子なんかやっぱスポーツしてたから、走れば大体誰も大人追いつけないから、なんかあったら走れって言ってましたけど、うん、まあ女の子たちちょっとね、そういう面は、はい、不安な面はね、もしかしたら、はい、やっぱりこう、奥様の方では常にあるのかな、はい、女性の方が。そうですね、うん、そこの部分はすごい心配してますね。うん、だからいろいろ考える5年生かもしれないですね。はい、そうですね。うん、本当にまだまだ、はい、いろいろ考えて、うん、楽しいなとも思う時は結構あるので、今も。うん、はい、伴走してても、やっぱ頑張ってくれて楽しいなって思う時もあるし、まあ成績落ちた時にも、なんかどうやったら良くなるかなって考えるのも結構話したりするのが楽しい時もあるので。うん。うん、どうっすね。わかりました。はい、ちょっとまたそのあたりも、また次回でお話をお聞きできればと思いますんで。はい。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。